はい、万次郎です。いやー、なんかね、騒然としてきましたね。東京はかなり緊張感ね、高まってきて、仕事どころじゃないような雰囲気ですよね。ただ私のね、住んでいる名古屋はね、まだそこまで行ってないかなと。まあ、特にね、都心部からね、離れてる場所ですので、そんなにね、緊張感はないですよね。ツイッターでもね、そんなちょっとつぶやいてるんですけども、私の近くにね、公園があるんですけども、今日もね、お散歩に行ってきましたけども、のんびりしたもんですね。それでもね、天気の割にはね、人は少ないかなと、そんな感じもします。来週あたりはね、かなり緊張がね、高まるんじゃないですかね。名古屋でもね、どうなることでしょうね。それでね、オールドレンザントークね、そういう話題でね、世界は騒然、それでも私はいつものお散歩というテーマでね、お話ししたいと思います。オリンパスのね、望遠レンズを買って、撮りを撮ろうということでね、ずっとやってきましたけども、300ミリはね、カルガモでも撮ろうかなということでね、三脚担いでね、行っては見たんですけどね、なんかもうはばかられるんですよね。公園もね、あんまりその大きな機材持っていくとね、今時なんだっていう雰囲気なんですよね。ですからね、ちっちゃなレンズつけてね、いつものように歩こうかなということでね、今画面に出てるね、ライカの、バルボっていう、引き伸ばしレンズね、ちっちゃなレンズをつけてね、今日も歩いてきました。このレンズですけどね、本当にレンズの原型みたいなもんですよね。ヘリコイドついてないですね。ピントリングはないんですよね。絞りのね、変更はできるんですけども、明るさもね、そんなに明るいレンズじゃありませんしね。このレンズでね、何が撮れるのということになるんですよね。スマホでね、皆さんいっぱい撮ってますけどね、桜なんかもね、桜の木の下でスマホで撮ってる方多いですよね。でも私もね、スマホでね、なかなか、印象的な写真ってなんか撮れないんですよね。やっぱりカメラの方がいいかなと。そういうことでね、このライカのバルボを使ってね、一体どんな写真が撮れるのということをね、今日はやってみたいと思います。まず最初にね、庭先に咲いていた、椿ね、綺麗なまだらのね、模様が入ってる椿ですよね。解像感がね、非常にいいレンズなもんですから、等倍にねしてもね、非常に綺麗ですよね。戦前のレンズなんですけどね、本当にバカにならないね、写りをするんですよね。その若葉がね、燃えてるんですよね。そういった風景もね、シャンポにはね、もってこいなんですよね。これはね、雪柳の向こうにね、川の銀鱗ね、玉ぼけになって写っているところですよね。この写真だとね、普通なんですけども、これをね、トリミングして、こんな感じにするとね、非常にね、夢のある写真になるんですよね。それでもね、解像力があるもんですから、雪柳の花はね、非常に綺麗に写っています。
当倍にしてもね、きちんと映ってるんですよね。これは、まあ、普通のね、桜を撮ったものです。まあ、ソメイヨシノじゃないですよね。綺麗なね、つぼみがついてますから、まあ、どんな種類のね桜なのか分かりませんけども、なんか雰囲気ありますよね。これがね、公園の全体像をね、遠くから撮ったものです。まあ皆さんね、たくさん見えてるんですけどね、それでもね、家族ね、少しずつこう、合間を持ってね、分散してるんですよね。まあ日本人その辺律儀にね、人に迷惑かけないようにしてるんでしょうかね。まあ場所は広いところですからね、まあそんなに気を使うことはないと思いますけどね。これはね、いつものその花壇のところですね。ちょうどチューリップがね、真っ赤にね咲き誇っています。その後ろにはね、ちょっとした建屋があって、そこでお弁当なんかね皆さん食べてますよね。まあそこはね、ボケてはいるんですけども、まあ、雰囲気が出るかなという感じですよね。この写真はね、トリミングをしてあるんですけども、まあ、太陽を入れてるんですよね。完全逆光ですね。結構逆光に耐えますよね。まあまあね、いいかなという感じです。これはね、青い空にね燃えた若葉っていう感じでね、いい季節なんですけどね。まあここにね鳥がね止まってればもっと最高なんですけども、残念ながらね、このバルボではね鳥は取れないですね。これは白爪草がね、駐車場なんですよね。そこに咲いていたものです。これもね、実際にはこんな大きくは取れないんですよね。トリミングして、まあ、大きく見せてるだけなんですけどね。やはり解像感のあるね、写真ですから、まあまあよく写ってるかなとね、春の雰囲気がしますよね。これはね、いつもお散歩の途中でね、夜、まあ、カフェにね、まあ、飾ってある、まあ、器の置物なんですかね。もしかしたら売り物かもしれないですね。そこはデザイナーさんがね、経営してるとこですから、まあ、服とかね、置物なんかもね、売ってるんですよね。非常におしゃれな場所です。これはね、その服のところというかね、まあ、帽子にピントを合わせてね、たくさんこう、綺麗な照明が置いてあるんですけど、まあ、それをぼかして撮っているということなんですよね。暗いところですけどね、まあ、十分カメラのね、感度を上げて、撮れるかなと、そんな感じですね。これがね、まあ公園のね全体像のね、また別の角度から撮ったものですけどね、まあ桜がね、そこここに咲いていてね、建屋があってね、木がこう上に伸びてるとね、綺麗に撮れてますよね。まあこのレンズをね、なぜ持ち出したかっていうとね、まあもちろん小さいっていうことがね、一番の、まあ、ポイントなんですけども、このね、フードが手に入ったもんですからね、それで、まあ、フードをつけてね、まあ、歩いたということです。ただこのフードね、ゴムのフードなんですよね。ちょっとね、大きいしね、まあ、かっこよくないかなという感じなんですけど、もう一つね、
フードがありましてね、それがねこういったね、フジカのフードですね。これはね前富岡のね、レンズで使ったものですけどね、ちょうどこれがハマるんですよね。まあ、若干ね径が違うんですけども、まあうまくやればこうハマるんですよね。まあ、こんな感じですね。こっちの方がかっこいいかもしれませんね。まあこのフードをね回せば一応絞りがね、変更できるということになります。まあこんな感じでね、当分は小さいレンズをねつけてね、お散歩程度にしようかなと。遠くへ出かけるっていうのもね、本当になんかちょっと気が引けるようなね、そんな雰囲気になってきました。来週はもっとひどくなるんじゃないかなという、そんな感じなんですよね。まあ、そんなね、引きこもりのね、生活をしてるとね、どうしてもね、インターネット見てね、ヤフオクをこう、なんか探しちゃうんですよね。なんかいいレンズないかなっていう感じでね。最近ねずっとそのポチるのをやめてたんですけども、まあいいかっていうことでね一つレンズを今日ね、ポチりました。まあそれはね、ミノルタのねマクロレンズをね買ってみようかなと思ったんですよね。まあこういうちっちゃいレンズね、非常に解像力がありますから、ちっちゃいレンズで解像力というとねやっぱりマクロレンズがいいかなという感じなんですよね。 50mmF3.5 っていうね、まあ暗いレンズですけども、マクロレンズとしてはね定評があります。まあこれでねどんな風に撮れるかっていうのもね、いいなという。まあこのレンズはねヘリコイドのマウントアダプターがねそんなにね繰り出さないもんですからね、思いっきり大きくは撮れないんですよね。まあそれでねやっぱりマクロレンズだったらかなりね、いけると。でミノルタのこの 50mmF3.5 はまあ2分の1マクロまではね、いけるんですよね。で私はヘリコイド付きのマウントアダプター持ってるもんですから、まあそれを伸ばせばねそれ以上のマクロもできるということですよね。まあおまけにねGH4 につければ100ミリマクロになりますしね、楽しめるかなというまあそんな感じですよね。届いたらねまた撮影しましてね皆さんにご覧に入れたいと思います。安かったですよね、ほぼ新品同様ということでね、6000円ぐらいなんですよね。で、こういうオールドレンズのマクロレンズを買うときにね、気をつけなきゃいけないのは、やはり中が曇ってるとかね、傷入ってるとかね、まあそういうレンズはもう絶対避けた方がいいですね。マクロレンズって結構ね、ちっちゃなレンズですからね、中はね。掃除しにくいんですよね。だからまあ新品同様ということでね、たまたま安く出てたもんですから、あいいやと思ってね、それをポチったということです。さあ、次のね、オールドレンズトークに間に合うかどうか分かりませんけどね。そんなことでね、うだうだともう過ごすしかないかなというそんな雰囲気です。この動画がね良かったと思われる方はグッドマークを、そして登録の方ねぜひよろしくお願いします。万次郎でした。